はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、はい、じゃじゃんとね、グランジスタ、はい、グランジスタから、エースですね。結構これも出てね、ちょっと日が経っちゃってるんですが、まあ安くね手に入ったんで、ちょっとね開封したいと思います。はい、ではね早速、袋だろうね、袋の状態まで、持っていきたいと思います。はい、袋の状態です。じゃあまずね、補助パーツ、補助パーツは、黒ですね、うん、真っ黒で、下半身に、上半身と、はい、こういった構成ですね。はい、ではね、早速組み立ててみていきましょう。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう、こちら。いやー、これかっこいいね、うん、いやー、これはね意外にニヒルな顔してますね。髪の造形とかね、結構細かいですね。毛先がちゃんとこうね、尖ってるし、こうね、一つ一つがね、ちゃんと造形されてます。うん、すげえ。で、まあ、こういう小物類もね、ちゃんとできてますね。うん、腹筋すげえな、シックスパッドだよ、もう。こんな体になってみて。でログポーズ、あ、透明ですね。これは動きますけど取れませんと、はい、うん、このベルトもねいいね、うん、いやー、ブーツで、ブーツの底ちゃんと作られてますね。で、術っていうかネックレス、ほんと髪の毛の造形がね、やっぱなんかすごいいいですね。スマイル検知しますね。うん、これはいいですよ、うん、MSP とどっちがいいっていうとね、ちょっと MSP はね、自分持ってたんですけどね、うん、ちょっと箱に戻しちゃってね、倉庫にしまっちゃいました。はい、いろいろとね、ちょっとコレクションが増えるたんびにちょっとね、あの古いものを戻すっていう感じでね、やってますんで、さすがに今まで紹介したの全部飾れるっていうスペースがないものでね、はい、いやー、いいね、この角度いいね、かっこいいね。はい、ということでね、一応タトゥーもちゃんと入ってますね、うん、これであれですけど、ちゃんとつく塗られたかなんかしてからちゃんと小物をつけた感じですね、うん、という感じでね、今回は、久しぶりに、久しぶりっていうか、まあ久しぶりでもないか、ワンピースのフィギュア、ご紹介させていただきました。これを見てね、まだチャンネル登録してない人はね、ぜひチャンネル登録、見ていただけましたらね、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。では最後はね、恒例の回転台座でお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。